鳥取市若葉台スポーツセンターは鳥取県鳥取市にあるスポーツ施設である。施設は鳥取市が鳥取市若葉台スポーツセンターの設置及び管理に関する条例に基づいて設置、所有し、一般財団法人鳥取県サッカー協会が指定管理者として運営管理を行っている。日本プロサッカーリーグに加盟するバイナーレ鳥取が練習施設として使用している。 市民の体育振興と健康の増進を図るためとの目的により、鳥取市が整備して2013年4月に完成したスポーツ施設である。ガイナーレが2010年秋に J2 参入が決定した際に J リーグ側から練習環境の改善を求められたことをきっかけとして整備が検討され、鳥取市土地開発公社が市南部の都の井ニュータウンの一角に 市営住宅の建設計画用に購入造成し、建設計画が頓挫し、使用付けとなっていた土地を市が取得し整備したものである。総事業費は約18億円で、うち約15億円が用地取得費だった。整備にあたっては、日本サッカー協会、日本スポーツ振興センターの助成を受けている。完成と同時に指定管理者制度が導入され、二団体の応募があり、 選考の結果、鳥取県サッカー協会が指定管理者に選定されている。指定管理期間は2013年4月1日から2016年3月31日。サッカーをはじめ、グラウンドゴルフや幼稚園、保育園の園外保育での活動などを想定した一般利用を行うほか、施設の完成と同時に、ガイナーレガ等施設を練習場として使用している。 ありがとうございます。